読み、デビュー以来3作連続でミリオン達成スノーマンの I Do Me の販売動向を調査。2023年5月29日付のビルボードジャパン週間トップアルバムセールスで、スノーマンの I Do Me が1,072,926枚を売り上げ首位を獲得した。集計期間2023年5月15日から5月21日。I Do Me はスノーマンの前作、スノーラボ S2 から8ヶ月ぶりに発売された3枚目のアルバムで、ミリオンを達成した8枚目の両 A 面シングルの表題曲、タペストリー、W、や、7枚目のシングル、オレンジキス、をはじめとした17曲が収録されている。ここでは、スノーマンの最新アルバム、I Do Me と、過去2作のアルバムの販売動向を、サウンドスキャンジャパンのデータを使用し調査した。まず、スノーマンがこれまでリリースしたアルバムの累計販売枚数の初週から現在までの推移を調査したのが随一である。